今日は船橋市新高根に来ております。こちらは、ベタギソで、向こうの方に、傾いているという形ですね。今日はちょっと測量ができないんですが、向こうのお宅と比べてやはり多少傾いているような感じですね。Excuse me, boss. You have a text message. もう本当柔らかい粘土層っていう感じですね。でこちらに傾いていると思われますので、この擁壁を、注意しながら、注入をするとこういう形になります。この下はちょっと水が流れてます。水が流れてます。L 字型ですかね、 L 型ですかね。ここはあと向こうから回ってみます。という状態ですね。4トントラックはここに置いて問題ないですね。この敷地に置いてもいいですし、ここはこれ私が乗ってきた車ですので、ここに4トン置いてもいいですし、全然場所的には十分な感じですね。これからベタギソグランドアップ工法でやっていきたいと思います。